ポリエンサは、スペインバレアレス諸島州のムニシピ。マリオルカ島最北端の自治体であり、フルマントールミサキやマリオルカ島北部の観光中心地である、アルクーディアに近い。マリオルカ島におけるポリエンサの位置、ポリエンサの自治体は、ポリエンサ湾から 6km 内陸にあるポリエンサ、ポリエンサ湾に面した、ポルトダ・ポリエンサ、やはり海に面したカラサンビセンス。 その他の小規模な集落で構成される。ポルトダ・ポリエンサは、ポリエンサの旧市街から6キロメートル東にあり、複数のホテルやビーチを持つ、リゾート地となっている。カーラ・サントビセンスは、ポルトダ・ポリエンサから山を挟んで2キロメートル北東にあり、やはり、クララ海岸やモリンス海岸を持つ、リゾート地となっている。この集落近くには、 青銅器時代の紀元前1700年紀元前1500年頃に築かれたカラサンビセンス地下母群があり、マリオルカ島でも壮観な地下母である。ポルトダポリエンサから北東には細長いフルマントール半島が伸びており、その先端にはマリオルカ島の最北端点であるフルマントール岬がある。1863年には岬の断崖上にフルマントール灯台が建設され、 高原が水面から210メートル地点にある。この灯台はバレアレス諸島で最も高い位置にある灯台である。地元の住民からは風が合わさる場所と呼ばれる。ポリエンティア一石ポリエンサやアルクーディア周辺に人類の存在が見られるのは紀元前2000、紀元前1300年頃のプレタライオティック文化期に遡る。カルタゴとローマが戦ったポエニ戦争時、 この地域の住民が投石機で武装した兵士として参加し、バレアレス諸島人は投石の名手であるとする名声が地中海中に広まった。紀元前123年には、ローマの元老院が海上交易活動が盛んになるにつれて増加していた海賊行為の停止やバレアレス諸島の征服を目的として、金とサシリオメトロを指揮官とする遠征隊を組織した。 ローマ人はマリオルカ島に到着すると島の南岸にマリオルカ島の首都としてパルマの町を建設し、さらに島の北岸にポリエンティアの町を建設した。ローマ帝国が地中海西部で支配力を失うと、ポリエンティアもローマに合わせてゆっくりと衰退を始めた。海賊の攻撃を受け、また何度かバンダル族にも攻撃されたため、5世紀初頭には町が放棄された。 住民はより防御が固く安全な場所に新たな町を建設するためにポリエンティアを去った。ローマ橋本格的な入植前にもマリョルカ島民とイスラーム教徒の接触はあったものの、イスラーム教徒がマリョルカ島に入植したのは903年のことである。1229年にはキリスト教徒のアラゴンをハイメ一世率いるカタルーニャ艦隊がムーア人を破ってマリョルカ島を征服した。 キリスト教徒に支配権が移った13世紀、ポリエンサ湾から6キロメートル内陸にカタルーニャ人によってポリエンサの町が設立された。この名称はローマ都市ポリエンティアに由来している。1236年には町の守護聖人である天使の聖母を祀った天使の聖母教会が建設され、4年後には ハイメ一世からマリョルカ島北部の土地を与えられたテンプル騎士団の手に渡った。テンプル騎士団は1312年に解散したため、その所有物は教会も含めてオスピタリエルス騎士団に活用された。マルタ騎士団は1836年まで教会を所有し、1470年には首脳の建設を開始した。 今日の教会は1714年から1790年に建設された。ポリエンサのローマ橋の起源は謎に包まれているが、マリョルカ島において、ローマ人の存在を示す数少ない例の一つと考えられている。このローマ橋の存在は1403年まで文献に登場せず、初出時にはクベリエス橋と呼ばれていたが、19世紀からローマ橋と呼ばれている。 ローマ人によってポリエンティアの古代都市に建設された水道橋の一部であると考える研究者もいるが他の研究者はこの橋がローマ時代ではなく中世に建設されたと推測している19世紀までは高水位の際にサント・ジョルディ川を安全に渡ることができる唯一の通路だったため橋の建設年代はともかくこの橋はポリエンサの住民にとって重要な交通路である ポリエンサには1836年までドミニコ海修道士がおり、現在のポリエンサ博物館に相当する建物は1588年から1616 16年に建てられた。20世紀初頭にはパリからアングラー・ダカマラサやキとしたディーニなどの画家がポリエンサにやってきて、これらの芸術家の影響で1960年代には夏季に絵画展が開催されるようになった。 1975年には、ポリエンサ博物館が公式に設立され、絵画展は30回以上を数える、国際造形芸術コンペティションに発展している。ポルトダ・ポリエンサのマリーナ・ポリエンサは20世紀、初頭から多くの芸術家を集めるようになり、サンティアゴル・シニョール、アングラーダ・ダカマラサ、ティトシタディーにディオ・ニスベナサルなどが訪れた。ポリエンサ博物館にはコンペティションで入賞した。 作品や一連のゴシック祭壇画などが展示されており、考古学的性質を持つ作品、仏教のマンダラ、アティリオ・ボベリのコレクションなども含まれている。アルゼンチンの歌手、女優であるマリリーナ・ロスは、軍事政権を逃れてスペインに亡命していた際に、ポリエンサ・コウという曲を書き、この曲はサンドラ・ミハノビッチが歌って人気を得た。イギリスの推理小説家、 アガサクリシティは20世紀初頭にポリエンサを訪れてパインウォークにあるホテルに滞在した。1939年に表した黄色いアイリスの中には短編ポリエンサ海岸の事件が含まれている。A small hotel standing on the edge of the sea looking out over.A view that in the misty haze of.A fine morning had the exquisite vagueness of. A. ジャパニーズプリントアガサクリスティポリエンサ海岸の事件よりアルカルバリオの丘に向かう365段の階段ポリエンサ旧市街の家のほとんどは17世紀と18世紀に建設された幅の狭い多くの通りがあり市街地はコンパクトである市街地の中央部にあるマジョール広場には数々の屋外カフェがの木を連ねておりマジョール広場の脇には13世紀に テンプル騎士団によって建設された天使の聖母教会が立っている。ポリエンサの最大の見どころとして、マジョール広場の北側に365段の階段があり、この階段はアルカルバリオとして知られている丘の頂上にある礼拝堂に向かって伸びている。アルカルバリオの丘は素晴らしい眺望を持つ上に丘に登るための365段の階段はポリエンサで、 最も印象的な場所となっている。この階段は1年の日数分だけあり、3メートルの十字架が計14設置されている。復活祭の正金曜日にはダバラメントと呼ばれる行進の舞台となり、この行進はマリオルカ島で行われる復活祭関連の行事で特に重要なものである。天使の聖母教会に向かって、 松明に照らされた十字架が完全な沈黙の中で階段を下りる。ありがとうございます。